よし、あ、波動お疲れ、ありがとうございます。あ、大野貴文さん、ミラーボールありがとうございます。中さん、あ、お団子だ、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。よう得点王って、ありがとうございます。ね、お久しぶりです。ショールームすごい久しぶりです。あ、カブさん、え、すごい、これタワーだね。桜の木なのかな。ありがとうございます。桜、あ、コンサート良かったよって、ありがとうございます。そう、本当コンサート前もう全然できてなくて、3月やってないですよね多分。私、皆さんありがとうございます、いっぱい。なおさんありがとうございます。お、なおちんさんありがとうございます。お久しぶりなんです。そうなんですよ、本当に。ラカラさんありがとうございます。リミスタ以来、確かに。でもリミス、そうだね、リミスタ、そうですね。そうなんです。アイチェルさん、タカノンさんありがとうございます。プルジョンさんもありがとうございます。お、ハルコンよかったぜって、ありがとうございます。元気元気って、元気ですよ。あ、ファンミ、あ、全国ファンミね、ありがとうございます。あ、関根さん、ミラーボールありがとうございます。グキオさんもありがとうございます。こんばんはって、あ、アイテルさん、ウチキョンさんありがとうございます。お、癒せに来ましたって。あ、ハヤトさんありがとうございます。あ、19期特番、あ、ね、やってますよね今、ショールームのやつ。オンライン話し会のツインテールよかったって、ありがとうございます。またやりますね。じゃあ後ろにあるのどれだろう、これかな、これ、これ、あれだ、ポップコーンケースが映ってるだけです。そう、あ、プレジョンさんありがとうございます。モリさん声が可愛い、え、嘘、あんまり言われたことないかも。ありがとうございます。ね、ディズニー行かなきゃ。そうなんですよ、そう、ミニーちゃんのやつです。あ、特番配信終わった。あ、そうなんですね。あれ、終わり、特番なんか個人のやつのことでしたっけ。スヌさんありがとうございます。ハイズさんありがとうございます。そう、ポップコーンケース、すっごい可愛いやつで、あの写真あげてるやつなんですけど、アズと行った時に買ったんですけど、そう、それ、あ、あれ、個人のリレーのは昨日、あ、昨日やってましたよね。今日もあるのかと思ってました。今日は特番なんですね。あ、高校卒業したよって、レイナさんおめでとうございます。一緒です。あ、おめでとうという福岡さん、ありがとうございます。あ、全員のショールーム、懐かしい。私たちもやりましたね、全員のショールーム。最初の一発ルームが始まる前のやつありましたね。あ、おめでとうって卒業、ありがとうございます。あ、ラボーナさんありがとうございます。あいちゅうさん、さくらさんありがとうございます。みなちゃん名前呼んでって、いつもありがとうございます。18日みよしさん、あー、19期のメイミーがこんな緊張した時に記録してもらったって、感謝してたよって。そう、なんかあったんですよ、あったんですよっていうか、私が普通にいたんですけど、自分の出番がその後か、多分お披露目し、ん、待ち人の後だったでしたっけ、前でしたっけ。前だったかな、なんかね、そう、なんか歩いててってか、集まってたんですよ、その19期ちゃんが出る前に。で、みんなですごい緊張してて、それでなんか私が、あ、待ち人の後なんですね、後か。そう、それで緊張してて、なんかどうしようどうしようみたいなのをみんなで言ってて、あ、そんな1年前そんな感じだったなと思いながら見てたんですけど、そしたらね、なんかすごいね、
めいめいちゃんは私と同い年だと思うんですけど、なんか一番緊張してて、だから私がね実際その春コンサートの時にドアから出てきて、なんだろう、暗転でいてってくる形だったので、その何ですかね、まだ皆さんにはシルエットしか映ってなかったと思うんですけど、もうドア開けた時にそのペンライトがすごくて本当に綺麗すぎて、もうなんかそれまでみんなでその大きい会場初めてだし、そのなんか確かあれですよね、前座以外でなんかパフォーマンスすることがなかったので、だから初みたいな感じだったんですけど、そう、それでね、なんか私はもうペンライトを見た瞬間に緊張というか、もうすごい綺麗っていう感情になって、もう緊張を忘れたんですね。緊張忘れたし、もうそのもうびっくりしすぎて、もう気づいたら終わってたんですよ。終わってもう MC だって、自己紹介してみたいな感じだったので、だからなんかもう本当に出たらもう綺麗すぎて、なんかもう緊張とか忘れられるから大丈夫だよっていう話はしましたねでも良かったですね。そうフルだったけどね、すごかったですね。私たちもまだギンガムチェックはやったことない曲なので、なんかいつか一緒にね、私たち多分17期さんと私たち18期はなんかそのお互いになんか大声ダイヤモンドやったりとか言い訳メイビーやったりとかしてたので、もしかしたら私たちもギンガムチェックを踊る時が来るかもしれないので、それは楽しみです、ね、一緒に踊れるかもしれないし、そうね、ギンガムチェックしてほしいってね、私もやってみたいです。みんなでも話してました、18期のみんなもいいよねって。そうそう、ツアーもそうなんですよ。ツアーもありますしね、もしかしたらどっかでやるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、どうなんだろうやりそうですよね。でもそう、あ、ロースおじさんさんありがとうございます。あいちゅうさんありがとうございます。なんて呼ばれてる、でもなんかまだそのコンサートの練習で会ったのはあるんですけど、なんだろう、まだ一緒になったことがあんまりなくって、そんなに交流する機会はなかったですね。あ、パルさん、パルちゃんありがとうございます。うっちーさんもありがとうございます。たまちゃんさんありがとうございます。あ、ツアー申し込みました、ありがとうございます。そうね、フェスももしかしたらどうなんだろう、あるかもしれないですよね。川村ゆいちゃん、そうね、18期のオーディション受けてたんですよね。知らなかったです。私もうそもそもその何ですかね、番号、オーディションの時の番号が結構後ろの方で、なんかもういろいろ最後の方だったりとか後ろの方だったので、なんかその最終の時とかもみんなとみんないて、私結構多分一番最後だったのかな、多分入り時間が一番最後で、だからなんか誰とかと話す機会もなくって、何も覚えてないです。みんな可愛いなと思ってただけです。だからもう本当に18期のみんなのことも全然知らなかったです。そう、この日じゃあみんなで集まりますっていう時に知りました。そうなんですよ。あ、愛知さん、としのりさん、しるちゃんさん、こぶやきさんありがとうございます。大輝さん、はじめましてありがとうございます。最後の方ドキドキして、そう、うん、そう、でも私が最後の方でよかったなと思ったのは、あの映像で言い訳メイビー踊ってるのあったと思うんですけど、あの番号が初めの人から発表なんですね。でも私は最後の方だったので、あのみんながやってる間、みんな見てる人が多いんですけど、何もし体育座りで見てるんですけど、私も体育座りしつつもうずっと手振りだけずっとやってました。そう、端の前の方だったので、なんかそうだからずっとあの音が流れてる間はずっと踊ってました。そう、でもそのおかげか本番は完璧でしたね。
そう、完璧でした。さすがって。そうなんですよ。懐かしいですね。もう私たちももうちょっとで1年、お披露目から1年経ちますね。そうなんですよ。ファンミーティングもありますよね。初めてです、私のファンミーティング。そう、でもいろいろ決まって、そのファンミーティングのなんか打ち合わせっていうかみたいなのがあって、いろいろ決まったんですよ。で、いろいろっていうかもうほぼ決まったんですけど、そう、もう本当に素敵なファンミーティングになる予感しかしないので。あ、クマさんがいますね。見逃してました。あ、ネタラオさん、え、すごい、桜とお団子がすごい、初めて見ました。ありがとうございます。嬉しいです。クマさんかわいいね。クマタワーありがとうございます。ネタラさんありがとうございます。あ、初見です。パパサイラさんありがとうございます。明日は何の日？え？どういうことですか？明日は公演ですよね。生誕祭？一人歌ってよ、誰も言わないからって。いや、もうバレちゃいますって。絶対。そう、あ、メール来た。そう、あのね、始まる前にメール打とうと思って、そうだから打ってました。それが多分今届きました。10分ぐらいかかるんですね。そう、そう、みんなの意見出し合って、なんかみんないろいろ言って、一人一個自分の意見が入ってるファンミーティングになります。もうこれ以上ね、喋ると新しくフィールした曲もあるの。どうですかね、ありますかね。どっちでしょう。でもね、瀬戸流教えたら絶対つまんないですよ。そう、イントロだけでもバレちゃってるから。ねえ、外れた人多いってね。そう、秘密がいいですよね、絶対。え、まなちゃんさん今日誕生日って、おめでとうございます。すごい。外れました。衣装楽しみってね、私も楽しみです。まだなんか衣装のなん、どういうのがいいみたいなのを出した、みんなで話したんですけど、結局まだ確定ではないので、なんなんでしょうね、何がいいですかね。お、えだっちさん来てくださるんですか、ありがとうございます。大食い対決なんか見たことないですよ。あ、ピーチャーさん当たったよって。テレオさん初見です、ありがとうございます。いや、今日はレッスンではなかったです。髪型は多分いつも通りです。多分私のこれか、あの両耳かです。絶対そうだと思います。まだ私たち研究生だからね。そう、まだね。でも好きな髪型できるようになったらいいですね。17期さんとか結構もう公演でいろんな髪型されてて似合ってます。皆さん、あれ良かったです。あのまゆちゃんの生誕祭の時に、なんかみんな結ぶみたいな、どこかで結ぶみたいなのを決めてて、あー、そういうのすごいいいなって思って、なんかもし昇格できたら、なんかそのみんなの生誕祭の時に、だからそれこそゆいだったらポニーテールとかしたりとか、なんだろう、
じゃあもし、まあ、ショートとかでも3位とかだったとしても、なんか編み下ろしとかだったらみんなで編み下ろししたいとかしたらいいな、できたらいいな、楽しみです。なんかそのみんながその生誕祭の子がやりたい髪型をみんなでやるっての絶対可愛いですよね。いいですよね。ゆいはポニーテールかなね。普段の声はなんだろう、これです。普段の声いつもと同じなんですけど、コロデツインパルちゃん好きですか？声変わりした？声変わりしてないんですけど、なんか一回風邪ひいてからなんか喉の調子がおかしくなって、なんかそれがずっと治んないんですよね。だからなんかちょっとガラガラっていうかみたいに。ハーフアップ、風もうすっごい前なんですよ。3月の頭とかなんですけど、そうなんか流行ってた時期のやつで、それがなんか全然治んなくてですね。そう、声変わりはしてないですよ。コロナとかじゃないです、全然普通のただの風邪なんですけどね。そう、それがなんか一生治んなくて、でもなんか結構その時期に風邪ひいてた方とか同じ感じで、なんかずっと声がおかしいんだよねって言ってたんで、多分ああ同じお仲間さんがいるんだなと思ってました。いや花粉どうなんですかね。私花粉症ではないんですけど、そう明日レスくださいって、たくさんアピールしてください。カラコン支給されるのされないですよ、普通に自分が好きなの使ってます。あ、初見です、ひよこさんありがとうございます。花粉デビュー嫌だ。嫌です。明日キャンバチ、おお。そうなんですね。アイジュースありがとうございますね。あ、真ん中ハニーね、ヨサギですよね。あ、カウントダウン TV 楽しみにして、ありがとうございます。皆さんぜひ見てください。1日です、4月1日。あ、シケンさん、アサケンさん選抜おめでとう、ありがとうございます。なんだろう、アーティス31003、世間さんこんばんは。世間さんウィンクして。そうカウントダウンです。お、リアタイ録画します、ありがとうございます。あ、エイプリルフール、確かに。でもエイプリルフールなんか別にあんまり嘘ついたりしないですよね。何の嘘ついたらいいか分かんないから嘘つかない。指パッチンできますよ。あ、サイリウム、水色のサイリウム2本売らないと、ありがとうございます。嬉しい、たくさん見つけました。あ、ピナオニありがとうございます。デバさん、ボンバーさんありがとうございます。そう1日はね、カラコンウィークと366日の紙飛行機をやります。やったー。そうなんですよね、なんか紙飛行機は小学校の頃からもう歌ってて、多分私あんまりその AKB の曲、アイドルの曲をカラオケでは歌わないんですよ。アーティストなんて言うんですかね、アイドルじゃない曲を歌うので、だからなんか
あんまりなんですけど、でもなんか366日の紙飛行機だけはなんか歌っててずっと、そう、まあ他の曲も歌うんですけどそれは特に歌ってて、そうなんですよ。でなんかクラブチームの時の忘年会みたいなので、なんかそれをやったんです。366日の紙飛行機を何かでやったんですよ。そう、バスケのなんですけど、そうなんか歌えな、手振りもなんかやった気が してて、そうだからなんかお懐かしいっていうか、365日ですね、間違えましたあれ私が好きな曲と今混ざっちゃいましたそうで、なんか懐かしいなって思ってました。そう、間違え、そう、HR さんのと間違えちゃいました。いつもそっちを歌うことが多くてね、うるう年になっちゃう、4年に1回しか来ない昇格おめでとうって、まだ昇格してないです、頑張ります、昇格できるようにあ、波動、ありがとうございます、おめでとうって、盛大に嘘ついてほしいって、何の嘘ね、でもバレてなかったよね、あんま私が最初言った時誰も反応してくれなかったね。お、お試験追加したよって、あ、大輝さんありがとうございます、嬉しい。もう握手会のやつも5月まで出てるんですけど、今回がなんか最終らしくて、ぜひお待ちしてますなんで、なんで妹、双子の妹の話になるんですかね。大学受かったって受かりましたよ、もちろん。妹は頭いいからね、妹も。なんか財布を買ってあげようって思ってたんですよ。なんか私は別のことで頑張ってたけど、妹はその勉強をやってたわけじゃないですか。私がコンサートの練習とかしてる間にとか、公演とかの時、やっぱ多分私が新公演の覚えてる時にちょうど受験、ザ受験みたいな時期だったと思うんですけど、そう、なんかなんか財布を買ってあげようと思ってるんですけど、なんか全然決まんなくて、私も今使ってる財布を変えたくって、可愛い財布、水色の財布とピンクの財布で買おうって思ったんですけど、なんか決まんなくて、全然可愛い財布知ってる方いたら教えてくださいこんばんは、あ、下ゆうさんこんばんは、毛玉、これなんて読むんですかね、ありがとうございますね。そう、お財布欲しいの。確かに明後日から0時まで、そうですよ、皆さん気づきましたか、明後日から0時まで、全然私も今気づきましたね、ミュウミュウとか可愛いですよね。そう、見ました、うん、そう、迷ってますね。もう12時まで配信できるからたくさんしたいですね。そう、まだ赤ちゃんなのにって、赤ちゃんじゃないですよ、赤ちゃんがこんな喋ってたらもう天才ですよ、天才児天才児すぎます。そう、お、人生厚くしか4月20、お、27日、待ってます、ありがとうございます。27日何の日でしたっけね。なんかね、多分いつだったっけ、なんか夢見にと一緒みたいな日もあったし、ズートピアの日もあったんですよ。ズートピアやりますよ、小日向と。そう、ずっと喋るタイプの赤ちゃん天才ですよ、本当に。そう、小日向と一緒にズートピアします。
待っててください。私あの私がジュディでニックなので小稲が、そうなんかそれもあの結構前になんか私がウサギっぽいってのを言われて、それでなんかあの小稲はなんだろうキツネっぽいっていうねサインにも入ってると思うんですけど、キツネさんが私はウサギっぽいみたいな感じになって、なんかそれでえズートピアみたいみたいな話になってなったんですよ。それでなんか ズートピアのお話とか歌とか好きなんですけど、好きですごいたくさん見たんですけど、でなんか次のお話が何しようかなって思った時にあの募集したんですよ。多分私がインスタグラムかなんかでしたなんか警察みたいなのやってほしいってのを見た時に、あそういえばズートピアのジュディって警察官だな警察官役だなみたいな思って、えこれ一緒にやったら、あとなんかユナコヒでやってほしいみたいなのもあって、えじゃあちょうどいいじゃないかなと思って調べてみて、一緒にやらないって言ったらすごいえいいよって言ってくれてやることになりました。そうぴったりちょうどぴったり、そうぴったりいいでしょ。おあきちゃんマンさんお久しぶりです。えいやんってね、木戸さんありがとうございます。そう私横山かツッコミかボケか絶対ツッコミだと思います。あ、ヨウジさんありがとうございます。ニラボールありがとうございます。コメント見てますかって、もちろん見てますよ、ずっと見てますよ。山ちゃんさん、かつやさんありがとうございます。お、久々に笑顔見ると嬉しいです、ありがとうございます。あ、ハルコン見てめっちゃ可愛くて気になってます、嬉しい、ありがとうございます。つぶらやもとひろさんありがとうございます。ボケ担当を、はい、ぜひぜひね。あ、なおみさんありがとうございます。安心してボケれる、あ、たっくんさんありがとうございます。りゅうちゃんさんありがとうございます。ファミマのマカロンです、美味しそう、マカロン大好き。いやルービックキューブね練習しようと思ってたんですけど全然できなくてですね、まあその時にあのまあ他の何かがあって、まあ後々わかると思うんですけど、そうまあなんかあって今はその公演の練習とか他のが始まっちゃったので、なんか時間があるときにやります。そうまだねそんなすぐ一発でまたルービックキューブ使うよってのはまだないと思うので、はいそう YouTube 見たんですよ。 YouTube 見てやり方見たけど全然置かなくて、前も一回なんか家族のルービックキューブやってるときがあって、もう意味わかんなすぎてですね全然。そうでも見方とかやり方とか見て、まあこうやってやるんだなってのを分かったんですけど、ちょっとさすがに無理でしたね難しかった。そう、あ、アイチェさんあといっぱいありがとうございます。お、セブンのスムージー飲んだよって、美味しいですよね、最近もうハマりすぎてずっと飲んでます。そうシール貼り替えるんだよ天才ですねそれ、絶対揃うじゃないですか。そうあ、谷谷さん、愛知さんありがとうございます。そうだよね、最後の二人蓋も確かになんかもうちょっと揃ってたりとか、もうあとなんかちょっと回すだけできるよとかだったらあれですけど、もうあの始まったま、あれこれみんなやったっていうぐらいの始まり方だったのでちょっと難しかったですね。すごい分解して揃えたことある、そんなことできるんですか
でも霞ね、でも一番できるらしいんですよ。なんか途中まで会ってたけど、多分だから一番できるはずだけど、ちょっと途中で間違えちゃったっぽかったです。そう、分解できるんですね。分解できたら治んなくなっちゃいませんか？あ、ヨシーさんありがとうございます。すごい、みんな分解してる。そうね。あ、ウチーさんハートありがとうございます。ね、ハルピョンさんルービックキューブ得意って聞いたんですけど、お話しできる機会あまりなかったですね。あ、シャイニングフィンガーさんハートありがとうございます。そうなんですね、動かすパターン。うん、握手会の時先輩と、あ、でもお話する時ありますよ。あ、ひなおに、あー、こんばんは、ありがとうございますね、お話し会ありがとうございます。え、嬉しいです。くまたはありがとう。そうファーマくんさんありがとうございます。太郎くんさんありがとうございます。あ、マミ太郎さん、初見さんありがとうございます。キーピオさんこんばんは。ケンさんありがとうございます。こんばんは。夏のゆきさん、ひろしさんこんばんは。モーさん、あ、こんばんは。のんたさんこんばんは。お、アリスさんありがとうございます。そう、来月韓国行きますよ。韓国だよ、楽しみです。昨日キャリーケース買いました。バーイ持ってたけどちょっと大きい、本当に2泊3日とか、すごい大きいのしかなく、すごい大きいってわけじゃないんですけど、大きいのしかなかったので、ちょっとちっちゃい目のキャリーケース買いました。韓国何しに行くのと、ファンミーティングがあります、韓国で。そう、いや、初じゃないです。韓国はもう3回行ったことあるんですけど、結構小学生の時だったので結構前なんですよね。で、コスメ靴とか買いたいです。パスポート持ってます。ってか、あの、持ってたんですけど、もう5年は行ってなかったので切れちゃいました。そう、でも聞いてください、あの、私今年18になったじゃないですか。で、18歳になってからパスポートを取ると赤いパスポートで10年になるんですよ。なんですけど、あの、取ってほしいって言われたのが、あの、みんな言われてですね。で、あの、11月になんか結構急ぎ目で取れたらなみたいな感じのを聞いて、で、あ、もうこれはすぐ取らないといけないんだって思ってすぐ取ったんですね。それで12月4日とかに受け取ったんですけど、だから、あの、私まだ青いパスポートで5年しかダメなんですよ。そうで、なんか、あの、気づいたんですけど、今回行く人たちって、あの、私より皆さん年上なんですね。で、だからみんな赤いパスポートなのかなと思って、そう、私だけ多分青なのかな。一瞬で見分けつくか、つけますね。まあいいんです、青好きなんで、青好きなんで全然いいんですけど。いや、アズはね、赤だった気がするな。アズを取ってたので。そうね、もう青、赤取れるんですけどね。そう、青好きだから、そう、
車の免許は持ってないです。でも取りたいですけどね。でもすごい電話かかってくる。バイクも全然ですよ。あ、初の福岡。お、すごい楽しかったです、福岡。こっちから来てくださった方もいて、そう、こっちからいつもね、こっちで会ってる方と、あ、音が消える、あの電話です、多分。なんか電話かかってきちゃってすいません、なんか2回電話かかってきました。もしかしたらまた来るかもしれないです。なんか弟から電話かかってきて。仕事じゃないです。そう、なんか私がね、結構お昼ぐらいに電話かけたんですけど、その時出てくんなくて、なんか今電話かかってきました。もう今はもう全然、もう用済んだんで全然関係ないんですけど、そう、音と口の動きがずれてます。嘘。え、治ったかな。ちょっと音ずれてるって、まあしょうがないんで我慢してください。どうやって更新するんですかね。え、バッテリーありますよ私。配信し直したらいいんですか。これじゃあ一回これ配信し直しちゃったら、一回切ったらランキングってそのままなってますかね。あ、更新ボタンがあるはず。そんなのがあるんですね。嘘。そんなのがあるんですか。ちょっと私にはわかんないんですけど、更新、あ、普通に聞こえてる。更新したことないです。そうだよね、リセットされちゃうよね。お、今大丈夫、よかった、治ったようでよかったです。安心しました。今日は何時まで。今日は9時半ぐらいまで。あ、よかった、大丈夫って、ありがとうございます。よかったよかった。60分以内はランキングがあるので。そうなんだ、知らないことが多いです。なんかなんでですかね。もしかして配信したことありますか。もしかしてありますかね。すごい。そう、でも今日は9時半までやります。腹話術うまいって、うますぎませんか、さすがにそれだとしたら。あ、リミストさんありがとうって、いやいやいや、よかったです、ありがとうございます、こちらこそ。黒丸さんありがとうございます。嘘、やっぱちょっとずれてるって言ってる。どうする、イヤホンないです。ずれてるってどうしますか。でもこれ60分大丈夫なんですよね。ランキング変わんないですか。一回じゃん、どうしよう。ブラジル中継だ、一旦ランキング縮小しとくって、なんだろう、スマホ回転させれば、すごい、なんかん、どういうことだろう、画面を回転、外向きにするってことですかね。一回やってみます。ちょっとどうだろう、一回外向きにしてみますね、画面。
どうでしょう。え、なに、私が回転、どういうこと。縦から横、横向きにするってこと。スマホの回転は画面のおかしい時になるだけだよ。どういうこと。え、同じだよね。ちょっと意味わかんなかった。え、これ一回切ってすぐ戻ってき、え、画面の向きどういうことだ。一回これを横向きにするってことかな。これ私あの後ろにさっき映ったのはあの勉強用のライトです。あのこっち側にはライトとかなんかね、馬車じゃない、馬車のなんか置物みたいなのと時計と、あとなんか本田さんのあのアクスタとかしかないので。あ、一瞬切ったけど大丈夫だったよ。え、関根さん、ひなのがさっきね。じゃあ一回切りますね。一回切ってすぐ戻ってきますね。